こんにちは、マヤ暦鑑定士のマヤユキです。ところで皆さん、マヤ暦って知っていますか？もし知らないならとってももったいないですよ。マヤ暦を知ると人生が好転します。心に描いていたことが現実になったり、小さなシンクロがどんどん起きて幸せいっぱいになります。そして自分の天性や才能や性格が分かり、迷いなく進むことができます。自分と相手の性格を深く知ることができるようになり、友好的な人間関係が築けるようになります。そして自分がどうしてこの世の中に生まれてきたのかという使命を知ることができます。そして素敵な恋人を引き寄せたり、好きな人をもっと好きになり、そして嫌いな人とも良好な人間関係を築くヒントを知ることができるようになります。人間はただなんとなく生まれてきたのではありません。自分の生まれる日を決めて生まれてくるのです。あなたの生まれてきた日には意味があるのです。そしてその生まれた日に流れている影響を強く受けて生まれてくるのです。生まれてきたエネルギーがその人の本質になるのです。だから自分の生まれた日を知ると、あなたは自分の特徴と性格を簡単に知ることができます。それがあなたの生き方の指針になります。マヤ暦では皆マヤ暦誕生日を持っています。でもそれは通常のあなたが知っている誕生日とは違います。マヤ暦では誕生日のことを金と呼びます。そして金は260通りあります。マヤ暦の金を学ぶ方法はとても簡単です。簡単にこれからマヤ暦について説明しますね。マヤ暦とはメキシコやガテマラの古代マヤの人たちが使っていたカレンダーのことを指します。マヤ暦は占いではなく統計学です。宗教でもありません。古代マヤの人たちが使っていたカレンダーには17から19種類あると言われています。その中でもツォルキンは天体観測に優れ、自然と調和し非常に精密な暦を持っていたそうです。ツォルキンの中には20種類の神様がいて、その神様は健在意識と潜在意識を表します。そして13種類の銀河の音は能力やエネルギーを表すものです。トルキンは 13×20=260日を1サイクルとしたカレンダーで、宗教的儀礼的な役割を果たしていたそうです。トルキンを学ぶと自然のリズムと共鳴し、心のリズムを整えることができるのです。マヤ暦とはそんな素晴らしいカレンダーなのです。古代マヤの人たちは宇宙人とつながっていたと言われています。マヤ暦とは高次元によって地球に降ろされた宇宙の英知を表したもの。占いではありません。吉凶もありません。私たち一人一人に与えられた本当の自分を知るためのツールなのです。古代マヤの人たちはお互いを知り、自分の役割や能力を知ることで認め合い繁栄してきました。それが現在も色あせず、マヤ暦が伝わっている証拠なのです。マヤ暦を知って、あなたの夢をどんどん叶えていきましょう。私の太陽の紋章は青い嵐、ウェーブスペルは青い猿、銀河の音は9で、そしてチャクラは4系です。ごめんなさい、ちょっと話が難しすぎましたね。でも心配しないでください。私の YouTube を見ればゼロからマヤ暦について勉強することができます。マヤ暦であなたの人生を変えていきましょう。皆様に幸が雪崩のように舞い込んできますように。マヤ暦でした。